はい、皆さんこんにちは、のっつおでございます。ということで今回もですね、サナバウィッチやっていきたいと思います。今回でパート81ということでやっていきましょう。はい、ということで前回までがですね、まああれだ、若菜ちゃんのルートとなっております。まあ、前回はアフターストーリーでございます。パート73からパート80までが、カリア若菜ルートの範囲となっておりますので、よかったら見てくださいということで、今回ね、ラストヒロインということで、まあ5人目ですね。はい、サブ1人、ヒロイン3人やってきました。なのでまあセンターというかね、メインヒロインやっていこうと思います。あやちねねルートをですね、今回からやっていきます。まあ今回は選択肢回収だけになると思われます。まあ選択肢見る限りね、やっぱねねさんというかあやちさんの対象の選択肢がなんか割と多いような感じなので、まあ多分回収、選択肢回収だけになるかな。はい、ということで、やっていきましょう。早速いきましょう。サナバウィッチ、あやちねねルートスタート。さあここですね、あやちさんに頼むということで、この下はあれだね、めぐるちゃんの関係てか、めぐるちゃんが相談してきたんだよね。どういう風にすればこうクラスで馴染めるのかみたいなね、ヒントを出してどちらこちらだったと思います。はい、まあ、この話のね、あれは貼っときますわ、リンクに貼っときます。はい、ということでやっていきましょう。あやちさんに頼む。じゃあ、あやちさん、悪いけど、見本をお願いできないかな。私が、ですか？だって、俺だと気持ち悪いって言われるから。あやちさんなら、そんなことないだろうし、同性だからより、参考になるだろうし。よろしくお願いします、あやち先輩。そっか、まだこの頃はねね先輩じゃないんだ。あまり自信はありませんが、わかりました。私でよければ頑張ってみます。ありがとうございます。それで具体的にはどうすればいいんですか？ほややややーんだっけ。さっきも言ったみたいに、ほややーんってこうゆるい感じで。おお、なるほど、こういうことか。確かに話しかけやすい雰囲気というか、構いたくなっちゃいますね。だいぶほんわかしてるね。めぐるちゃんもめぐるちゃんでなんかアホっぽいとか言ってたけど、あれはあれで和むけどね。こういう感じでいいんですか？その方向で問題ないと思うから、続けてくれる？わかりました。それから会話の例として、何かの際に大丈夫って心配されたら、平気だよって甘く答える。平気ですよ。で、相手の話にはどんなにくだらなくても笑う。やだ、もう何を言ってるんですか。星名くんは面白い人ですね。さりげなくボディタッチも増やす。体のバランスを崩したふりして、接触面を増やしたり、手や足かっこ太ももの内側に触れたりするのがおすすめ。あと目を潤ませながら上目使いで相手の顔を覗き込む。あ、ごめんなさい、ちょっとめまいが。いや別に。なんか結構ドキドキするもんだ。これが演技で、あやちさんも本気じゃないことは重々承知してるのに。あのとっても恥ずかしいんですけど、これ本当にこれで正しいんですか？うん、秋田さんから聞いたままだよ。気のある人はこんなことは、すごいですね。それで星名くん、次はどうすればいいんですか？その指示をしてくれないととても困ります。そのまま普通の会話をしながら、相手の体をフェザータッチで撫でる。フェザー
タッチって何です？ベタベタと触るんじゃなくて、こう触れるか触れないかの微妙なラインでくすぐるように指で撫でる感じかな。こうですか？なっ、やき。なんですか？何か間違えていましたか？違う。合ってる。気にしないで。わかりました。なるほど。やっべえ。何これ。変な声漏れた。自分でもびっくり。じゃあ、続けますね。スリ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 。声が漏れる。何もだえてんですか、キモ。何を言う。だってどう見たってセクハラじゃないですか。それセクハラじゃない。本当に俺はこういう風に教わったの。それを実践してもらってるだけ。本当ですか？怪しい。本当だって。決してやましい気持ちなどない。いや、違うんだ。今のはくすぐったくて、思わず声が。やめて。その冷ややかな視線はやめてくれ。あやちさん。さすがにそこまで撫で続けられるとくすぐったくて。そうなんですか。アイチさんの様子がおかしいぞ。なんか、あれしちゃってるみたいな。あれか？久々に見たな、でも。というか、なんか徐々にアイチさんの指が、俺の太ももを登って、何やら怪しげな場所近くをくすぐり始めた。アイチさん。何ですか？おや、あやちさんの様子が、さっきから体をもそもそ動かして、どうしたのかな？さっきから演技に許さというか、艶が増してるような気もするんだけど。すみません。私、なんだか変で、体熱くなってしまって。潤んだ瞳、熱い吐息、そして妙に、あでめかしい表情を浮かべるあやちさんから、濃厚な甘みと強い匂いを感じる。なんかまあ、そういった行動をしても、ちょっと何、触発されてどうちゃらこうちゃらみたいな。いや、その波に乗ってしまって、こうなっちゃうみたいな、発情しちゃうみたいな。そんなことも言ってたような気もするけどな。あかん。これ完全に発情していらっしゃる。あやち先輩はどうしたんです？妙に色っぽい気がしますよ。これはあれだ。さっきの演技を続けてるんだ。こうする方がより魅力的だろう。確かに魅力的だとは思いますけど。どうしよう。こんなところで発情するなんて。すみません。星名くんの体に触れているとドキドキして、クラクラして、いつものか。ダメ。女にしたいです。そんなことを耳元で囁かれたら、俺の方が頭がクラクラしてきそうだよ。あやち先輩、今なんか変なこと言いませんでした？言ってない。あやちさんがそんなこと言うわけないだろう。
早くなんとかしないと。俺はどうすればいい？ちょっと席を外します。だから稲葉さんの足止めをして。よし、わかったよ。あの、あやちさん。ちょっと待って、今、ダメ、動けない。今、少しでも動いたら、やられるかも。何に？それは、言わせないでください。いや、別に言わせようとしたわけじゃないんだけど。とにかく、俺はどうすればいいわけ？今はちょっと、このままじっと、動けないって。わかった。必要なら、強く俺の体を掴んでくれてもいいから。ありがとうございます。出産するときよな。それで楽になるんだったらええか。え、産むの？何か産んじゃうの？あの、綾瀬先輩、本当に大丈夫ですか？顔が真っ赤ですよ。なんだか息も荒いし、さっきからもぞもぞしてるし。大丈夫。大丈夫だから、稲葉さんは気にしないで。いや、でも。いいんです。平気なんです。女の子にはこういう日があるものだって、本人が言ってたから。自分にはありませんけど。平気です。平気ですから、気にしないでください、稲葉さん。本当に平気？今なら波が引いたので、今なら動けます。ちょっと席を外させてもらいますね、稲葉さん。本当に体調が悪そうですから心配です。一緒に行きますよ。座っちゃダメ。あやちさん、大丈夫？大きな声を出したらもっと波が。すみません。いえ、大きな声を出してごめんなさい。とにかく一人で大丈夫ですから、どうか待っていてください。まあ久しく忘れていたけども、確かにこういう体質だったな。こういうね、知ってる人の前でなるなら、まあ私も何も知らない人の前でやると本当地獄だな。隠さないといけないってのは。ラジャーです。それじゃあ。多少ふらつくあやちさんの背中を見送る。自分怒らせてしまいました？いや、あやちさんは怒ったわけじゃないから、それだけは保証する。それじゃあどうしたんでしょう、急にあんな。多分、トイレを我慢してたんじゃないかな。そういうことはっきりと言うの、デリカシーに欠けると思いますよ。そうなの。気をつけた方がいいの？本人の前では絶対に言わない方がいいと思います。わかった。それはともかく、やっぱり気になるので様子を見に。いや、それはどうかな。やめておいた方がいいと思うな、俺は。泣いちゃう。そんなことしたら、あやちさんが泣いちゃうから。お家帰る発動すんでな。そして、10分ほど過ぎてから、いつも通りのあやちさんが戻ってきた。目に光が宿っていない。いつも通りのダウナーなあやちさんが。とに
にかくですね、先輩のメモはどう考えてもビッチ育成法だと思います。あれ、ここであれか、戻ってきたのかな、選択肢から。多分ここから共通だと思うよ。ということで次行きましょう。さあやっていこうか。ここ確か回収したような記憶あるけど、まあやっていこうか。わかるちゃんのとこでやったような気がする。もう悩むの方行ったら、あれだな、めぐるちゃんの方に行くので時間変更しましょう。こっちを選ぶとね、あれ、若菜ちゃんに会えたりもするんだけど、確かこれ回収したと思う。若菜ちゃんの選択肢回収の時にやったような記憶あるけど、まあやっとこうか。じゃあ次の回で3枚準備してもらえますか。わかりました。座席はどうしましょうか。まあ見やすいところだとやっぱりこの真ん中。いやすみません、やっぱり通路に面してるこの席で。学生3人で4500円となります。はい。高いなとか言ってたような気がするわ。結構人気なんですね、あの映画。満席だなんて。うん、やったな。公開してからもう3週間ぐらい経ってるから余裕だと思ったんだけどな。考えが甘かったみたいだ。このことは川上くんにも伝えておいた方がいいですね。そうですね、今時はネットで予約もできるだろうし。それでこれからどうしますか。スケジュールでは映画だったんですよね。映画の後はウィンドウショッピングだったから、入り替えて次の上映時間までブラブラしない。ここってかなり広いから、今つぶしにも困らないと思うんだ。そうですね、2時間ぐらいなら案外あっさりと過ぎますからね。そうなんですか。じゃあ行ってみましょうか。ちょっと待った。お店を回るのはいいんですけど、もう少し目的を絞った方がいいと思います。単純にブラブラするのじゃダメなの。ダメじゃないですけど、ここの広さは半端ないですから、適当にお店を見ながら一周なんて言ってたら痛い目見ますよ。確かに広くはあるけど、それはちょっと大げさなんじゃない。いいえ、大げさじゃなさそうですよ。ほら、あそこに地図があります。お店の数も多いですし、地図はゾーン分けされてあります。一周するだけでも想像以上に時間がかかりそうですよ。それだけ店があるなら、あらかじめ店の目星はつけておいた方がいいのかも。そうそう、興味ないゾーンに突入しちゃうと雰囲気が壊れちゃうかもしれないですよ。そうか、俺が来るときは買い物をすでに決めた状態だからな。じゃ、買うものはすでに決めた状態だからな。あんまり他の店を見て回るってことをしたことがない。となると、アーダさんの趣味が重要になりそうだな。普通に可愛いものでいいと思いますよ。服も雑貨も、ここら辺ですかね。さすが慣れてますね、稲葉さん。適当に歩いて回りきれなくて、欲しいものが買えないっていうのは、初心者がよくやっちゃう失敗ですからね。稲葉さんも失敗したの。そこ、うるさい。とにかく移動しましょうか。あ、来た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 。空腹を解消したいを選ぶと若菜ちゃんとこに行きますね。これを知らなくて若菜ちゃんルートに永遠に入れなかったっていういい思い出があります。はい、ということでやっていきましょう。このままみんなで移動行きましょう。これですね。話が盛り上がりそうなお店の下調べをしに行こうか。次の上映は2時間後ですから、1時間半ぐらいをめどにして移動しましょう。そういえば先輩、どうして通路側のチケットを取ったんですか。どうしてって、だって真ん中の方が見やすいじゃないですか。なのになんでわざわざ通路側。なあ、それは俺今日はちょっとトイレが近いんだ。もしかしたら途中で外に出たくなるかもしれないから、ごめんな、勝手に決めちゃって。あ、いえ、ちょっと気になっただけですから。そういう理由なら仕方ないですね。
星名くん平気ですか？もし腹痛なら無理はしない方がいいんじゃないですか？ん？ああ、いや、言葉を詰まらせる俺、正直言って頻尿ということもなければ腹痛で困ってることもない。ただ上映中に愛知さんに例のあれが訪れる可能性がないわけじゃないし、それを考えるとスロ側の方がって口にはしない方がいいかな。また過剰な気遣いって怒られるかもしれないし。平気平気、そこまで広くないから。心配かけたならごめん。もしかして適当にごまかしてみたものの、愛知さんの視線は俺に向けられたまま。なんかバレバレっぽいな俺。嘘をつくのって上手くないし。あの、ごめんなさい。ありがとうございます。え？いや、何のことかわからないけど、どういたしまして。これは過剰な気遣いになってないということだろうか。今回の行動は正解みたいでよかったけど、正直判断基準がよくわからん。女の子ってやっぱり難しい。二人とも何してるんですか？早く行きましょうよ。はい、そうですね。なるほど、この気遣いがあってねねさんの好感度がアップと。やるじゃんボーイ。あー、そうだ、あやつさん、ここはゲームの新作を打てたりするらしいよ。本体もあるだろうから今回も売ってるんじゃないかな。本当ですか？ちょうどいい機会ですから、いっそ買ってしまうのもいいですね。おお、ついに買いますか？そんなに気に入ってもらえたなら紹介した方としても嬉しいです。慣れると想像していた以上に楽しいですね、モンカリ。現実ではないとはいえ、ズバズバとモンスターを切り刻む快感というんでしょうか、それがもうたまらない感じなんです。はははは、まあいらんところでストレス抱えてるだろうからな。たまりにたまったストレスをモンカリで発散できてるならよし。あの先輩、ねね先輩がちょっと怖いんですけど。まああれだ、あやつさんもストレスがたまることも多いだろう。そっとしておこう。ラジャーです。こうしてあやつさんのモンカリを購入しつつ、川上くんのデートのための情報を仕入れていくのだった。で？ああ、もうこんな時間ですね。あれだあれだ、回転寿司行くんだ、この流れは。ということで次の選択肢行きましょうか。さあやっていきましょう。これなんだかな、あれだ、コシジさんの話かな。コシジさんとあれだ、戸隠先輩の秘密のあれね、ごまかすだと言わなくて済むのか。で、正直に言うと言ってまうってことやな。あの秘密を、これを話してしまうと愛知さんも知ってしまうことになるわけでございますけども、ああいうことやっていきましょう。ここはもう大きく変わるよね多分。正直に言うと、いろいろあってとある子の相談に乗ってるんだ今。だったら私も力になりますよ。それなんだけど、ごめん、ちょい複雑な悩みで、その他の人には言わないって約束してるんだ。ああ、いや、あやつさんのことを信用してないとか、そういうことじゃないんだ、本当に。ただ約束は約束というか、俺の気持ち的な問題というか。わかりました。そういうこともありますよね。あれ、言わなくて済むのか、これ。すみません、気が利かずに。なるほど、正直に言うっていうのは誰かの相談を受けてますよっていうことを言っただけね。いや、俺の方こそ
うまくごまかせなくて、気を使わせないようにできればよかったんだけど。それこそ気にしないでください。約束は大事ですから。わかりました。これ以上は何も聞きません。ありがとう、あやつさん。星名くんが負い目に感じる必要はありません。むしろ当然のことですよ。約束はちゃんと守らないといけませんから。そう言ってもらえると助かるよ。ちょっと後ろめたさがあったんだけど、すっとした。これでコシリさんのことに集中できそうだ。ん？これで終わりですかな？キッパーできるな。もしかして昨日言っていたのはコシリさんのことだったんですか？おい、やっていきましょう。なんか止まったわ。正直に言ったから。なるほどね。ここの会話は正直も覚えてねえけど、なんだ。じゃあ回収でもできそう。はい、これで反応しているのなら回収できるかけらも結構多いと思います。あ、コシリさんのこと言ったからか。コシリさんのかけらどうっていう話をしたから、それあれだ、さっき回収した話とつながってくんのかな、多分。あ、いえ、すみません。追記をするつもりはないんです。ただ少し気になることが。私の集めたかけらなんですが、昨日よりも少しだけ増えたような気がして。あ、これで終わりか。さあ行くべー。ということでここですね。さすがにそんなことは言えない。もう一度握ってもらうと。この前にあれだ、なんか手を握ってきてくれたんだよね。それをもう一回要求しようかしないかみたいな、そんな話だ。ということで、もう一度握ってもらおうじゃないか。あのさ、あいつさん。はい？いきなりすぎて、ちゃんと覚えてないから。さっきしてくれたことを、もう一度、やってみてくれませんか？嘘？それは嘘ですよ。絶対に覚えているはずです。やっぱり、ダメ。別にダメというわけではないんですが。ね、本当？星名くんのことを応援していますし、それが応援になるというのでしたら、もう一度。でも、もう一度だけですよ。二度はしませんからね。今度は覚えてないって言ってもしませんよ。これめちゃくちゃ近くてええよな。後ろの空も綺麗なもんでな。雲はあるけど晴れてるわ。そう言って少しむくれた表情で顔を真っ赤にしたあやつさんが改めて俺の手を両手で包み込んだ。二度目で、今回はタイミングも分かっていたのに、それでも胸がドキッとした。こんなに可愛い人とこれだけ近くにいたら、それも仕方ないことだよな。それじゃあ行きますよ。痛いの痛いの、飛んでいけー。ああ、そっか、楽器の練習しててか。なるほど。だからちゃんと反応してください。私を恥ずかしめるのがそんなに楽しいですか？もう星名くんは意地悪です。そんな意地悪をされると本当に怒りますよ。魔女子ですよ。いや、別に意地悪をしてるつもりはないんだって。本当に励みになったよ。ありがとう。あやつさんのおかげで、こんな手でも練習を頑張れそうだよ。これも戻ってきたな。じゃあ行きましょう。さあ、これが最後の選択肢ですね。ここの選択肢はあれだ、そのハロウィンパーティー当日の衣装お披露目会の時ですね。まあ、それぞれ、広めてると。あと、戸隠先輩とか、めぐるちゃんのやつは、まあ、回収してるんでね。そっち見ていただけたらなと。選択肢回収の方で見てると思うわ。うん、ということで、アイスさんがいいかな。やっていきましょう。まあ、あやちさんかな。あやちさん可愛いもんね。
かなりの票数を獲得しそう。間違いなくするだろうね。もし優勝ってなったら本人的には嫌がりそうな気もするけど。私は誰に入れようかな。ん？これで終わりか？あ、終わったな。行きましょう。チャプター4の8。まあ、あいつさんがもういるってことはもうちゃんとあれだ、ルート入ったみたいですね。ノーマルエンディングがもう回収済み。もう止まるのはあいつさんぐらいのもんでね。はい、ということでやっていきましょう。お疲れ様、あいつさん。ありがとうございます、星名くん。俺が差し出したジュースを受け取り、一気に煽る。疲れました。満足そうな息を吐くあいつさん。いや、息だけじゃない。気だるげな体や安堵した表情からもその充実感は伝わってきた。今日は本当にありがとう、ハイチさん。ボーカルを引き受けてくれて。おかげで助かったよ。バンドも成功して、舞台も盛り上がって。いえ、そんな、運営には私も関わっているんですから、お礼を言われることじゃありませんよ。これも仕事のうちですから。そうかもしれないけど、あそこまで盛り上がったのは、ハイチさんが歌ってくれたおかげだ。この言葉に嘘はなく、舞台は大成功だった。と言っても、俺の演奏は当然、お察しレベル。けど、ボーカルがあいつさん、ギターとドラムの目立つもの、あ、音はしっかりしてるので、会場のノリはな、会場のノリはかなり良かった。あの分だと、カリアの心のかけら、回収できるんじゃないかな。カイドウは慣れてて、無理っぽいけど。そうかもしれませんが、今は本当に疲れていて。うん、ひとまずゆっくり休もう。にしても上手だったな、ハイチさんの歌。綺麗な声だし、丁寧で、演奏しながら聞き惚れそうになったよ。そんなことは。歌詞を間違えたり音程を外したり、ミスしたのは一度や二度じゃなくて、勢いでなんとかごまかしていただけで。勢いでも何でも盛り上がったのなら、この場合は成功でしょ。そうかもしれませんね。うん、だからやっぱりあやちさんのおかげだ。照れ隠しするようにあやちさんはコップに口をつけるが、さっき飲み干してしまっていたらしく、あれ？といった表情を浮かべていた。おかわり取ってこようか？いえ、大丈夫ですから。それよりも、星名くんの方こそ、お疲れ様でした。星名くんのリズムのおかげで、とっても歌いやすかったです。そう言ってもらえると、左手をボロボロにした甲斐があるよ。ベース、このまま続けたりしないんですか？さすがにそれはちょっと。あのベースだって借り物だしね。それにほら、俺には部活もある。だから今回のも部活の一環っていう気持ちが強いかな。そうなんですか。そういうあやつさんは、また歌ってみたいとか？まさか、やっぱり人前に立つのは緊張します。それに、いつあれが起きるか不安ですから、私には無理ですよ。けど今日は大丈夫だったんでしょ？どうしてもという必要があれば別ですが、ああいうのはもうゴリゴリです。それに私も星名くんと同じで、あくまで部活の一環ですからね。そうなんだ。そっか。何ですか？どうかしましたか？いや、もったいないと思って、俺個人としては、また聞きたいなーって。こんな恥ずかしいこと、もうしません。
コスプレなんて派手な格好でたくさんの人の前に立って、そのくせミスも多くて完璧には程遠い。人前で披露できるような歌じゃなくて、今だって自分のミスが頭の中をぐるぐる回っていて、普段の私なら絶対にしなかったことです。今こうして考えても、ああ恥ずかしい。俺は本当にいいと思ったけどな。それにあれだけ盛り上がったんだから、他のみんなだって俺と同じだと思う。本当に綺麗な歌声で、さっきはちょっとごまかしたけど、俺は完全に聞き惚れていた。キラキラの舞台の上で熱気を帯びた観客に見られ、緊張で顔をこわばらせながら、それでも誰よりも輝いていた彩地さん。こうしてる今も、あの姿をはっきりと思い出すことができる。俺はきっと、今日のことを忘れない。忘れられない。初めてのベースで立った舞台ということもあるだろうけど、それ以上に、彩地さんの姿が、眩しかったから。茶化すとかじゃなくて、よかったと思ってるよ。歌も、歌ってる彩地さんの姿も。ありがとうございます。もしかして後悔してる？舞台に出たこと。え、いえ、その星名くんは満足しているんですよね？うん、俺は後悔なんてしてないよ。予想通り下手な演奏だったけど満足はしてる。私も自分なりに満足できて嬉しく思っています。そういえばボーカルの件を引き受けてくれた時、あえつさんから強い意志を感じた。状況に流されたとか、俺たちが困ってたからとか、そういうのとは違う、あえつさんの強い意志というか、なんかそういうの。そもそも、あやつさんはどうして、今回のことを引き受けてくれたの？ああ、いや、言いたくないことなら、いいんだけど。言いたくないというわけじゃないんですが、ちょっと、恥ずかしい理由なので。恥ずかしい理由、なの？そこに食いつかないでください。星名くんが考えてるような理由じゃありませんから。ああ、違うんだ。なんでそんな残念そうな顔をするんですか？いや、別に残念そうな顔なんてしてない。というか、あやつさんは俺が一体どんなことを考えてると思ったの？それは、その…プレイですとか。痴漢プレイって、やだ、こんな可愛い子が痴漢プレイとか口にするなんて、ちょっとドキドキしてきた。もうどうしてそういうことを言わせるんですか？いやいや、俺が言わせたわけじゃないと思うんだけど。星名くん、私を恥ずかしめて面白がってますね。本当いやらしいです。そんなことないよ。星名くん、顔がニヤついてます。とってもいやらしい顔してます。意地悪です。どうしよう、ちょっとすねたあやつさんも可愛い。俺の顔が本当にニヤついているとしたら、きっとあやつさんが可愛いからだ。とにかくですね、そんな変な話じゃなくって、星名くんの左手です。俺の？時間があればベースを触ってきたボロボロの左手、これが一体何だと言うんだろう。その左手、そんなになるまで練習をしたんですから、その努力が不意になるのは残念と言いますか、
嫌だと思ったんです。だから渡して力になれるならって、せめてもの恩返しのつもりでした。恩返し？俺に？星名くんには随分とお世話になってきましたから、これぐらいはと思って。そんな、世話なんて言えるようなことは。いいえ、お世話になってます。だから少しでも力になれて、星名くんが満足してくれたなら私も嬉しいです。二人っきりで過ごす静かな空間で、俺だけに向けられる嬉しそうな顔、その優しい笑顔と言葉が俺に向けられたその時、ドクンと胸がうずいた。胸が熱くなるような、いや苦しくなるような、その他にも奇妙な感覚が、なんだろうこれ、いや待てよ、前にもこんな感覚があったような、これは確か。あやちさん、かけらは？例のかけらの瓶は？え？あ、はい、持っていますが、どうかしたんですか？りょうは、かけらが俺の心からそっちに戻ってたりしない？確かに、以前よりもちょっと増えてますね。やっぱり、今感じたのは、心のかけらがアエスさんの元に戻った感覚か。バンドのおかげですか？多分、そう、かな。失敗もたくさんしたけど、俺もアエスさんと同じ気持ちだ。練習の成果を出せたことには違いない。今まで日々をのんびりだらりと過ごしてきたものの、努力が実るっていうのはなかなかに気持ちがいい。これは人の応援をしてるだけじゃ味わえない。初めて感じる充実感。それ自体はすごくいいものだけど、これ以上はバンドで欠片を返すのは難しくなっていくのは間違いない。本腰を入れれば、それだけ苦労も増える。しかもそれが、バンド活動となれば、苦労ばかりで、充実感を味わえることは少なくなるだろうな。けど、バンドは今日でおしまい。さすがに左手が限界だ。だから週明けからまた、ご加減の活動に戻るよ。こちらのことは気にしないでいいんですよ。こうしてかけらが戻ったということは、星名くんも嫌に思ってるわけじゃないんですよね。楽しかったのは事実だけど、やっぱり俺は舞台に上がるよりも裏方をしてる方が性に合ってる。そうなんですか？確かに、かけらを返せるぐらいの達成感を得てるし、演奏も、まあ楽しかったよ。正直に言うとね。けどやっぱり、視線が集中するのは苦手だ。さっきだって、下手したら舞台の上で、エレエレしてたと思う。そんな風には見えなかったですが。もしそうだとしたら、初めて立った舞台だからかな。アドレナリンとかで、無視できてただけだろう。回数を重ねるごとに、人の視線を無視できなくなるはずだ。かっこよかったですよ、星名くんの演奏する姿。ああ、うん、ありがとう。今、アイチさんが口にしたのはただの感想。特別な意味なんてない。それは表情を見ればわかる。けど、かっこいいとかいきなり言われたら、やっぱり緊張する。嬉しいけど、やめて。そんなこと言われると、思わず続けたくなる。けど続けたら、絶対後々悔やむことになるから。いいじゃないですか、続けても。素敵ですよ。それ、わざと言ってるでしょ。いつもの意地悪の仕返しですよ。俺は別に、意地悪をしてるつもりないんだけどな。続けないよ。もう一度舞台に立つとか、ゴリゴリだよ。
後悔は本当にしてないけどね。どうしてもっていう必要がない限り、やるつもりはないよ。つまり、俺も綾瀬さんと同じというわけ。やっぱり、どこか似ていますね、私たち。やっぱり。ほら、以前に言いましたよね。どこか私に似ている気がしたって。勧誘してきたところとかかな。なんかそう、まあ、本当に、あれがおかけん入る前の話かな。入る時に言ってきたっけ。あれなんだっけ。あ、まあ、そういえば、確か、俺が他人に一線を引いて人付き合いをしてることに気づいた、その理由を尋ねた時だ。あの言葉は嘘じゃないです。人に言えない秘密を抱えた者同士、勝手にちょっとした親しみを覚えていました。でも最近はちょっと違うかもしれません。それって俺が変わってきたから。星野くんも自分が変わったとそう思っていたんですか？それもあるんだけど、周りからもよく言われてるから。そんなに、わかりやすく変わったかな。そりゃ人の事情に首を突っ込むことは増えたと思うけど、そこまでわかりやすいのか。はい。星名くんは気づいていないかもしれませんが、笑顔が以前とは比べ物にならないぐらい自然ですから。そうなの。そうなのです。そうなのです。髪型を整える以前、わざわざ自分の冴えない顔を見ることもない。笑顔とか、特に気持ち悪いしな。もし本当に、俺が変われたのなら、それはやっぱり、おかげんの、あやちさんのおかげかな。いえ、そんな、私なんて何もできていませんよ。そんなことない。俺が変わろうと思ったきっかけは、あやちさんなんだから。今回だって舞台を手伝ってくれて、俺の左手の痛みを吹き飛ばしてくれたじゃん。え？あ、またそうやってバカにする。違うって、そんなつもりで言ったわけじゃないというか、あやつさんは、俺のことをそんな風に見てたの。だって、星名くんは意地悪じゃないですか。嘘？俺、なんかそんなことした？私のことをよく恥ずかしめます。いや、それは事故というか、むしろ、あやつさんの自爆の方が多くないかな。そんなつもりはないって、本当に。あの時、あやつさんが応援してくれたからこそ、俺は頑張れた。だから本当にありがとう、あやつさん。いえ。どういたしまして。え、そういえばこうして二人きりで話すのは久しぶりですね。確かに。と言っても、俺が入部してからすぐに稲葉さんも入部したから、懐かしむほどじゃないかもしれないけど。夏休みが明けた頃はまだ私一人で静かな部活だったのに、気づけば部員が4人になったんですね。なんだかすごいです。一時的とはいえ、今は先輩もいるから5人だよ。あ、そうでしたね。騒がしくなったかな。かもしれません。でもそういう部活も楽しくていいものですよ。日々を振り返るように笑ったあやつさん。どうかしましたか？ああ、いや、普段の教室で見せるのとは違う微笑み。いつもよりも魅力的に見えて、思わず見入ってしまった。俺が変わったって言うなら、あやつさんだって変わったと思うよ。え？私が、ですか？そうだよ。だってほら、ああして人前に立つようなこと、
以前のアイツさんは考えられなかったことでしょう。それに今の顔、楽しい部活もいいものだって言った時のアイツさんはそのいい笑顔だった。そのとってもかわいいって思った。いや、普段が可愛くないってことじゃなくて、いつもよりも可愛く見えたというか。あんまり変なこと言わないでください。怒りますよ。ごめん。いえ、謝ってもらうほどじゃないですけど。なんやこれ、めちゃくちゃええ感じやんけ。それにいろいろありましたけど、楽しかったことは事実ですから、ありがとうございます。ああ、いや、そのこちらこそありがとう。お役に立てたのなら光栄です。そろそろ戻りましょうか。確かにあまり遅くなると変に勘ぐられるかも。けど多分俺は今顔が真っ赤になってる。こんな状態で帰るのも意味ありげに思われそう。俺はもうしばらくしてから戻るよ。また舞台の興奮が残ってるのかな。ちょっと体が熱くて。あやつさんはもう大丈夫なの？そう言われるとまだ少し。じゃあ、あやつさんももう少しここで休んでいかない？そうですね。星名くんがそうするのなら、私ももう少し休んでいきます。俺は、あやつさんと横に並んで、二人聞いて夜空の下、体を休めた。ただ、不思議とどれだけ経っても、体の熱が下がることはなかった。おてっていく体、何やこれ。サノバウィッチ。なんで一瞬光ったの？おお、ルート入ったと思うね。って入ったと思うねってか入ったね。これでアエチネネルート入りました。そしてラストっすね。まあ今回は選択肢とハロウィンパーティー後のちょっとしたところを回収しましたけども、次回から本格的にね、ルート入っていきます。まあラストなので、まあ最後に向けてね、頑張っていきたいと思います。はい。いやー、手握られるシーンとかね、やっぱフェザータッチの剣とかね、やっぱちょっと、おこですよーとかね、あんな感じに言われるとものすんごくキュンときちゃうんですけども、いや可愛いですね。はい、ということで今回はここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。